なんだか自分ってお酒飲んだ次の日って、ね、お酒を飲んだっていうかお酒をめっちゃ飲んだ次の日ってめちゃくちゃお腹が痛くなるって話をしてるじゃないですか。っていうかなんかちょっと前に、ちょっと前というかだいぶ前かもしれないんですが、だいぶ前にあのなんかお酒で失敗しましたみたいな話をね、多分 YouTube でしたんですよ。その出して、それを最近全く会ってない友達っていうか、何もう前会ったのは多分もう6年前とかなんじゃないみたいな、6年前7年も8年前に最後会ってよねみたいな友達から連絡が来て、そのなんかお酒で失敗したみたいな動画を見てマジで元気もらったみたいな DM が来たんですよ、リアーカに。本当に嬉しくて、だからもう本当にYouTube って最高って思いました。で、お腹が痛いんですよ今、めちゃくちゃお酒飲んだから。昨日本当に助けてほしい。自分ってさ、トイレ行ったらなんか TikTok 見たり YouTube 見たりとかするんよ、こうあのトイレしてる間に。でもお腹痛すぎるし、もうなんかいろんな自分の中の情緒的なものもあって、もう YouTube 開いてサムネイルタップして、もう広告だけでいやもういいやって思っちゃう。 TikTok もなんか音楽が流れるだけでうわーって思って、もう何もかもができません。だから今日はずっとトイレの中でストーリーをタップし続ける。でもね、お腹痛いから毎回なんかすぐ行っちゃう。今日だけでうんち何回行ったことかなんですけれども、もう何回も行ってるからストーリーとか全部見尽くすわけよ。だからもう、ね、既読のしたストーリーも見たストーリーも3週ぐらいしたストーリー、ありがとうね、みんなインスタにストーリー載せてくれてね、楽しそうに何よりです皆様が。で、あの自分もうちょっとしたら誕生日だったじゃないですか。ちょっと日本語が過ぎた。あのちょっと前誕生日だったじゃないですか。お友達からなんか LINE ギフトをね送ってくださって、それがちょっと届き始めてとっても嬉しい限り、うん、銭湯さんからあの串もらったんです。串が届いてかな、串もくれたんですけれども、あなんかピンポーンって鳴ってる時、ブルルルって鳴ってる時に自分がまだ寝てて、正直ちょっとあの出るのだるくてイルスを使わせてる、まだあの宅配ボックスにあるか明日届くかなんですけれども、なんかもう一つ届いて本当に嬉しい、サボンの、多分サボンって言うんだと思う、サボンのさ、ハンドクリームとハンカチいただきました。ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです。いや本当に皆様、視聴者の皆様からもあのなんかスタバカードのなんかリンクとかなんかいろいろなんか送ってくださって、なんか自分ってさ、プレゼント送付先もないし、なんかそのようにスタバのギフトカードとか送っていただいて本当に嬉しい限りです。あの本当スタバの新作が出たらそれを使って飲んでやろうかと思うし、友達とスタバ行こうぜっていう話があったらあの自慢しようと思ってます。全然普通にそういうなんか恥とかないので、これ視聴者が送ってくれたんだ誕生日にとか言って自慢して使ってやると思います。はい、絶対友達からしたらなんだこいつうぜえなって思うと思うんですけど、自分は全然自慢しながら使います。以上、本日やりたいことは、だいぶ前に、うち1ヶ月ぐらい前なんじゃねっていう、インスタのストーリーの方でちょっと募集させていただいてやりたいんですけども、結構あの DM で前募集してたあれはいつになったら回答してくれるんですかと、とんでもなくお問い合わせの DM が来ていたんですけれども、自分は頑なにやらなかった。なぜかというとタイミングも合わなければ、なんかそれを取るようなモチベーションでもなかったから、もう何を募集したかも正直覚えてないので、今ストーリーを探すとこから始まっているんですよ。自分だけのマイルールを教えてっていうのを募集させていただきました。自分のマイルールはトイレを開けてやることとカーテンを開けて寝ることです。それではやっていきまーす。寝るとき部屋に香水巻く。なんでわからない、自分ってやっぱ匂いに敏感というか鈍感だから、なんか匂いどんなに臭くても、ごめんなさい、どんなに臭かったら、まあ、わかるわ。なんかどんな変な匂いであっても、何があったっていう気持ちになっちゃうんですよ。なんかとんでもない CM してんだけど、何、なんかすっごいキスしてる CM 流れてる。なんなの今の、何だったの今の、めっちゃ音ありで見たかった今さっきの CM で。なんか香水とかちょっとよく鈍感だからわかんないんだけど、なんか友達が泊まりに来るぞって時はとりあえずリセッシュとか、とりあえずってやば、とりあえずリセッシュとか、なんかシーブリーズじゃない、シーブリーズやばい、あのなんだっけ、やあのシーブリーズじゃなくて、あのリセッシュとさ、なんかもう一個競合他社あるじゃん、なんだっけあれ、もう忘れちゃったよ、もうシャトレーゼみたいなやつね、まあ、シャトレーゼみたいなやつをこうシュシュってするんですけれども、多分友達からしたら別に何とも思ってないっていうか、多分あの無臭になるやつをシュシュってやってるから匂いはつかないんですよ。だから何とも思ってないと思う。でもこれがもしかしたらスキッピーとかが突然部屋に来るとかいう時はやばいって言って、自分もリセッシュバーバーって、まあそのようなことってこと、いや絶対違うね、寝る時に自分がいい匂いのところで寝たいからそれをかけてるところで、いや本当にごめんなさい、あの理解できずすいません。実は自分から見てかかとが左側になるように横に並べる。だからまあこう並べる、なんで意味がわからない、効率化、右から履くから右のが近いところでありますようにという、こう
絶対違う。だからこれは本当になんか生きていく上での癖だよね、これって絶対。ドライヤーは左側から一緒。電車に立つときはドアの前、横にある椅子の壁にもたれかかる。めっちゃわかるんだけど、本当にこれって、めちゃくちゃ邪魔だなっていう思う時もあって、なんか自分たち男子はあんまりないんですけれども、女子とかポニーテールとかね、してる方とかいるじゃないですか。その方が、まだこのドアの横の、この壁みたいなところで座ったらさ、座ったじゃん、立ってたら、この一番端に座ってる人の、ここにずっとポニーテールがあるんですよ。でめっちゃ邪魔だよって思われてるから、本当にみんな気をつけておいやれって。前、自分がこの椅子の前に立ってさ、こうやって釣り竿立ってて、そしたらここのポニーテールの女の方が、こうね、後ろにこうなってて、ここのおじさんがめっちゃ邪魔だな、みたいなことをしていて、本当にかわいそう二人ともと思って、女の方はそれ気づいてないし、男の方はまあそれ邪魔だから、うわ、なんか二人ともかわいそうだなと思ってた。どっちも悪くないじゃないですか。女の方もさ、なんか自分のポニーテールがそのとこまで行ってるとはってわからんやん。なんかどこまでポニーテール行ってるのか。だから本当かわいそうだと思った。なんかそれを見てからというか、それを見る前からなんだけど、自分は割とフードとか被ってる時、フードとかしてる時はなんかあんまりこう後ろにもったりかからないように、なんかこういう前傾姿勢でそこにもたれかかってますね。わかるか、これ言ってる意味。だからあそこって本当にトラップ、人に迷惑かけることになっちゃうから、あれもしかしたらさ、気分が悪い人とかだったら、気分が悪い、くっそうざいみたいな、すぐ怒っちゃう人だったら殴りかかられる可能性があって、本当にニュースだよみたいなことになっちゃうから、あれって本当に危ないと思う。いつか襲われそう。どんなに疲れてても寝る前に絶対ストレッチする。偉すぎでしょ。偉すぎだ。自分もストレッチしたい、寝る前に。でもねさ、眠い時ってガチで眠いから絶対できないんだよね。なんでできんのこれ。よくやるなと思います。だってお風呂も眠たいから入らない人だったぜ。もう無理じゃん自分。終わりです。ありがとうございました。外から帰ってきた服と足で布団絶対入らない。まあまあまあ、分からんことはないけど、自分は分からない。だって普通に入るから布団で。同じ方が髪の毛一本でも落ちてたら即拾うつってるんで、多分この方はもう潔癖ですね。なんか自分はマジで何とも思わないんですよ。でもまあ友達、仲いい友達が潔癖みたいな話は時々してるじゃないですか。だから自分は割と合わせられるんよ。その人が潔癖の人が家に来るときはちゃんと夜お風呂入るし、泊まりとかだったらね、ちゃんとお風呂入るし、いいお風呂入っていいよっつって、だから一緒にお風呂入った状態で過ごすんだけれども、本当に潔癖じゃない友達もいるから、もうそいつらって本当にすごくってさ、なんか自分、まあ、ゲームとかしてて、みんなでゲームとかしてて、もう気づいたらそいつら、なんかもう普通にその着てた、その一日着てた服、靴下、もうその状態でベッドで寝てやがんの。マジでやばくないと思って、よかったね、自分が潔癖じゃなくてね、毎回言ってるんだけど。ねえ、すごいよね。普通に寝るからね、あいつら。ここで。その服、その靴下で。普通に寝てんの、マジかよと思って。でも自分は潔癖じゃないから別に何とも思わないんだけど、あ、すごいな。なんか、最近潔癖の友達ができたからこそ、なんかそういうの見るとさ、やっぱ、人間って面白いな、いろんな人がいて、ってほんと感心しちゃう。目覚ましは絶対奇数分。どういうこと ?3 個しか鳴らさない。3個しか鳴らさない。1個しか鳴らさない。なんで何の違いがあるわけ ?2 個じゃダメなの?奇数分か?奇数分じゃない?奇数分か ?1 分。え?ってことは、15時とかに鳴らさないってこと ?15 時1分に鳴らせってこと?マジでなんで ?1 個のこと心配しちゃうといっぱい心配し始めて、頭の中で解決するまで何もできない。え、マジで一緒なのかもしれません。なんか最近まあこれで自分ってマジでえいえいおー一緒に頑張ろうって感じだったけれども、でも自分結構割となんかもうこれどうなんだろうみたいな、これ自分で解決できねえやみたいなことは割と自分でね、ツイキャスっていうもうすっごい自分の視聴者が見てくれてる、すっごい自分の視聴者見てくれてる、すっごい狭い、自分の視聴者のすっごい狭い範囲の人が見てくれているツイキャスで、みんなに相談して、これってどう思う?これどう思う?これはやっぱ自分が悪いよな。とか、これからこうしようみたいな話を解決して、解決してるというか、なんか誰かに話したいんで、なんか誰かと話したとかやってらんねえぞみたいな感じで、これマイルールなのこれって。だから、自分がちょっと病んじゃった時とかはツイキャスで開いて、なんかみんな話を聞いてもらうっていうのがマイルールですね。道路の白い線、片方が踏んだ分だけもう片方も踏む。え、どういうこと?マジで。右車線、左車線の話なのか、右足、左足の話なのか、なんか誰かと一緒にいて、そいつが踏んだ分自分も踏むなのか、どういうこと?左車線にこう歩いとったとして、で、白い白線踏むじゃないですか。10歩は踏みました。
じゃあ右車線まで一旦横断歩道渡って10歩踏んで帰るみたいなこと。だるすぎでしょ。初位から来てます。悩んだら深夜に散歩しながら甘いの飲みます。え、何それ、お前ってそんなことしてんの。マジで自分で手をしろって感じなんだけど、なんかマジ解決してやりたいなっていう気持ちなんだけど、自分悩み相談しても正直解決できないので、自分にあの話するのがマジで無駄なんですけれども、そんなことしてんのお前って、自分も実践しよっかな。いやなんか自分外に出たくない派なんですよ。なんか悩んじゃうと外に出るとだるって思っちゃう派だから、絶対にやらないと思う。これごめんなさい。チューブの形は絶対に真ん中押さない。うわめっちゃいいな、この前ルール自分にも押し付けてやりたい。マジで自分歯磨き粉とかさ、もう大体だるくて真ん中からブチュってやっちゃうんですよ。そしたら最後の方めちゃくちゃだるくって、上の方からこうやってニュルってしてるときなんじゃん。で自分水回り潔癖だからさ、そういう上の方からこうやって全部なぞるっていうのがめっちゃ嫌なんだよね。まあね、結局やらないといけないんだけれども、それが嫌だから本当に自分見習ってほしい、このルールを。商品とかラベルが全部自分の方に向いてないと気になるさ。いや本当にこれは本当にわけわかりません。自分ごめんですけれども、スキンケアとかあの化粧水の蓋とか全部開けっぱです。今も多分絶対に毎回友達が来たらこれ なんでって言われるんだけれども、いやなんかどうせ使うんだからさ、次の日もこうやっていけるだけじゃん。蓋閉めなくてこうやってるだけじゃん。だからなんか、一手間なくなるじゃん、みたいな話をしてるんですけど、多分友達からは理解できないなと思いながらも、この説明はしていますよ。まあ絶対に、だって、蓋閉めるだけでいいんだもん。蓋閉めた方がさ、見栄えもいいしってことなんだけど、見栄えとか別に気にしないから一人暮らしで。ねえ、そういうこと。布団の中でおならしたら、ちょっと嗅いでみる。めっちゃわかる。わかる？布団の中でおならしたら、うわぁ、絶対こもってる匂い、この布団の中に。最悪だわ。くっせーってやるよね。めっちゃわかる。え、ほんとにマジ友達になれるよ。セブンのたっぷりハムと卵のサンドイッチは絶対にハムとレタスの最後に食べる。逆です。多分卵の方がなんか美味しいなーって頭の中で思っちゃってるから。いやそっち大人だわ。なんかレタスとかさ、野菜って結構嫌じゃん。まあ今となっては野菜大好きなんだけど、多分子供の頃は野菜嫌いだからさ、卵を後に残しておきたいという気持ちがあって、多分そのルールが今でもあるんですよ。だから野菜、今でも野菜は好きだけど、野菜先に食べちゃうね。でも野菜を先に食べた方が健康にいいらしいっすよ。 iPhone は絶対に黒、歴代全部黒を選んでます。え、わかるわかるとか言いながらめっちゃ白なんだけれども、え、なんか自分毎回絶対次 iPhone は黒にしようと思うんやんか。でもなんか発売されましたっつって、でまああの携帯ショップ行って、え、何色にしよっかなって、まあその時正直悩むんですよ。その時正直悩んで、いや白にしようって、結局白にしちゃうよ。で1年とか使った時に、やっぱ黒が良かったなって後悔するんです自分。なんでなのこれって。絶対に黒がいい、今も次は絶対に黒がいいって思ってたけど、絶対に白にしちゃう気がする。なんでなんだろう。なんか心の中が明るくありたいと思っちゃってんのかな。でも黒がいい、絶対絶対から絶対次は黒にします。本当に家に誰もいなくてもただいま言う。うわーなんか可愛らしいね。なんだか自分も時々言う時あります。あんのって思ったでしょ。時々あるんですよ。どういう時かというと、とってもテンションが高い時、なんだかお酒飲んだりとか、めっちゃ楽しいこと、めっちゃ面白いことがあって、家帰る時はただいまとか言っちゃう一人で、おもろ自分なんか、お前ってそんなことしてんだって思うな。自分でも思う、今言ったら。はい、ただいまとか言っちゃうね。面白い、なんかテンションがかかったら。なんでなんだろう、あれ。右手でやったことは全く同じに左手でもやる。待って、わかんない。わかんない。じゃあ今左手でこれ書いてます。右手でもこう書くってこと。いや、違うよ、さすがに。ハンドクリームとかちょっとつけるじゃない。こうやって。じゃあここに出したっしょ。ここにこうやって出した。そしたらこっちも、いや、でもそりゃそうだよね。わかった。もう何回わかんだよ。化粧下地塗るときとかと、化粧下地塗るときに、まあ、多分ここに出すじゃないですか。で、余りましたと。余ったら自分ってまあ大体右手だけですよ、塗るの。なんか伸ばすというか塗るのなんて。でもあなたは多分こうやるってこと。こうやってなんか右、左手にもこうやって伸ばすぞってことなのかな。多分そういうことだよね。なんか同じ状態でありたいってことでしょ。ちょっとよくわかんないっすね。すれ違う時にずっと前見て歩いて、すれ違う人が下見たら満足する。いや意味がわからないし、普通に怖すぎじゃない。自分はもうマジで誰と目合わせたくない。なんか誰と目合わせたくないっていうのは、なんか機嫌が悪いとかいう、機嫌悪いとか、あの眠たいとかそういうんじゃなくて、なんか誰にも目合わせてなくて、一人でこうやって歩いてる自分ってなんだかかっこいいって思っちゃうんですよ。わからないでしょ皆さんには。でも自分でそう思っていて、なんだかこんな死んだ顔でめちゃくちゃ不機嫌そうに歩いてる自分って、
なんだかかっこよくないって思っちゃうんですよ。なんでなんだろうね。だからもう普通に誰とも目合わせず、まずマジでこの顔で、この顔で歩いてる、普通に。なんか不機嫌そうな顔で。そしたら後輩から DM で、今さっき歩いてたんですけど本当に顔死んでましたねみたいな、今さっきすれ違ったんですけど本当に顔死んでましたねみたいな、元気出してくださいみたいな DM は時にたまによく来ます、大学とか歩いてると。でも目合わせてないし、イヤホンつけてるから、マジで後輩とかからこんにちはとかお疲れ様ですとか言われてもマジで聞こえてないし、目も合ってないからね、わかんないんですよ。なんか申し訳ない気持ちはあるけど、その時は自分にちょっと酔いしれてる話なので、恥ずかしいね。それがちょっとここでバレてるから、ここで言ったらバレちゃうから、ちょっと恥ずかしいです。田中言う時は報告する。田中言うってこと。なんやそれ。家出る1分前に着替える。よくそれでいけるよね。いや、自分も最後に着替えるんですよ。まあ大体そうなのか。大体そうなのかもしれない。大体そうなのかもしれないんだけれども、最後に着替えるんやんか。で、その時時間なかったらマジでやばいと思って、なんでかっていうと、着替えて、あ、なんか変だなって思った時に着替えることできないじゃん。だから本当に危ないと思うんだけど、自分直前に着るのって。なんとか後悔したことがあって、外に出てなんか外にあるさ鏡の反射とかを見て、あれなんか今日服装おかしくねとか思って、もう帰って準備で着替える時間なんてない。自分は普通に時間ある時とかさ、大学の授業ぐらいだったら一回家帰って普通に着替えとか普通にしてたからね。割と自分家帰って着替えてもう一回出る、割とすごくない？何がすごいの？シャワーの管に体が当たらないようにしてシャワー浴びてます。え、それみんなそうなんじゃないの？みんなそうだと思ってた、この22年間。左右同じ数にする。例えば右目3回こすったら左目も3回こする。なんでお前らってそんな左右対称がいいわけ？自分普通にこんな動画でさ、こうやって書いたりとかさしたら本当にお前らなんかストレス溜まってんじゃない？こうやってして、え、そっち触ったならこっちも触りなよって、めっちゃストレス溜まってるんじゃないですか？大丈夫かな。季節関係なく寝るとき右足だけ布団から出す。意味がわからないんですけれども、てかテレビが消えたんだけどさ、誰か消した？ホラーすぎるでしょ普通に考えて。なんで今テレビ真っ黒なの？意味がわからない。誰かここに住んでるんならさ、一旦出てきてくれる？ヨギボーにもしそこに座ってるんだとしたら、本当にヨギボーのその外側洗ってくれてもいいと思うよ、マジで。自分、ヨギボーの外側洗うのはいいんだからさ、マジでめんどくさいの、乾かすのが、その、変な形のヨギボーの外側。だから、いるんだったらマジでヨギボーの外側だけでも洗って干してもいただきたい。外側をさ、洗濯するわけだけど、テレビついた。何？怖い。トイレットペーパー使ったら絶対に三角に折っちゃう癖ある。もう何年も毎日必ず。毎日ならないの？なんか自分はトイレットペーパー使い終わったら、なんか真ん中をこう押してさ、こう折るね。折る。でもそれはただただ癖というか、絶対そっちの方が傘がさ少なくなるじゃん。あの、ゴミ箱入れた時。で、傘が少なくなるなと思って、この真ん中だけこう折ってやってます。携帯とかテレビの音量は偶数。これ絶対、なんでこの偶数奇数問題？もうあの、これも意味わからんし、今さっき言った目覚ましの時間は絶対奇数とか、もうマジで意味がわからん。なんで？絶対変わんないしね。寝る前に受けの声が時短に出る。ゲイビの部屋真っ暗にしてイヤホンつけてみる。ちょっと、なんかさ、まあ、ゲイビ見てるってことは、まあそういう、まあそういう動画見てるってことはさ、その推しの、なんかそういう、そういう声、そういう声を知ってるって、そういうことが分かって、まあそれで似てるって、わかるか。まあ、想像して、あ、こういう声だろうな、こいつがこういうことをしていたら、みたいな。まあ、すか、確かにわかるから、興奮して寝てるのね、それみんなが。なんかみんな変だね、みんなって本当にマジで。だから面白いね、人間ってだから。うん、ありがとう。いろんな人がいて、マジで安心するこの地球って。今日起きて嬉しかったこと、かっこ出来事を3つノートに書いてること、めっちゃいいね、毎日やってんの。めっちゃいいね。自分もやろっかなって思っちゃったけど、絶対自分は飽きるのでやりません。でもさ、今日みたいに自分さ、今日一日も家から出てなくって、本当にいいことといえば、ないんですけれども、そんな中3つ、うわ、今日3つとか絶対ないって思ったら逆に嫌いなら、なんか、3つすらないんだ。人生に1回絶対誰かを笑顔にする。相手がどうしたら笑ってくれるか考えるようにする。お前らってめっちゃいいやつなの？もしかしてなんだけど。こんなこと考えたことないよ。これ言ったらこいつ絶対喜ぶだろうな。絶対に笑顔にしてやるんだからって思いながら友達と会ったことないもん。だって
自分といったら楽しいだろうっていうスタンスでワンちょっといるので、とってもポジティブだよね足立くんって。便をするときうーんたたうーんたっていう なんで自分はでも便をするとき前傾姿勢にしますよ。なんか前傾姿勢がいいって言うじゃないですか。前傾姿勢がいいみたいなツイートかストーリーか投稿かをなんか見たんだけど、いやこれなんか生まれつきこれでやってるわって思って、プロの中で15分間寝ること、いや危なすぎやろ、普通に水没するぞお前自身が。ということで本日のこのインスタ回答編は終わりですよ。なんか久しぶりにこのインスタ回答編やって本当に人間って面白いなって思う。なんかこれをやるときやるときに人間面白いなって思っちゃうんだよね。なんかいろんな人がいて、とか寒いこの部屋何早くお前は暖房つけるって話なんだけど、これもまた人間の面白さというか、うん、いろんな人がいていいよねっていう。10人撮ると最高、10人撮ると大好き、いろんな人がいていいじゃん。ちょっとよくわかんない、ちょっとよくわかんなかったですいません。でも久しぶりにやってよかったのでまたやりたいと思います。なんかみんなの回答見とったら、あこれ自分もやってるわっていうことがあったから、多分マイルールめっちゃあるんだと思う。自分も皆さんもマイルール探してみてはどうでしょうか。ということで今回はもう終わりたいと思います。概要欄にインスタグラム、ツイッター、TikTok からやってしまったっていうチャンネルがあるから、まあよかったらでいいんですけれどもチェックしてみてください。高評価チャンネル登録よかったらコメントもお願いします。チャンネル登録とかねやってくれたら本当にハートが出ちゃうぞって。今ここから見えてないでしょハート。でもあなたが登録してくれたらこの布団からハート出ちゃいます。ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。バイバーイ。つってな。